はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回はね、新しい受験対策のシリーズ、まあ、シリーズって言い方が正しいかわからないんですけど、えっと、今まで、消耗集合、つまり基礎問題の、えっと、詰め合わせの四種シリーズっていうのと、関数、図形と、まあ、この3つをメインでやってきました。他のね、あと再生リストもあるんですけど、ただ、そこには入らないんだけど、みんなにこの問題ぜひね、受験勉強でやってほしいなってものもたくさんあるんですよ。 で、それを、あの、手書きでいつも書いてるんですが、それをサムネイルでね、もう書いてる状態にして、一問だけやっていくね、シリーズがいろんな濃さ、バラエティパックみたいな感じを、お菓子のね、いろんな種類が入ってる。まあ、そんなやつをやっていこうかと思います。ただ、詩集みたいな感じで、シリーズの名前が決まってないので、あの、皆さんなんかいいアイデアがあったらコメント欄でお願いします。あの、本当に使っちゃうかもしれません。なんかバラエティパックにしようかと思ったんだけど、みんなに伝わんねえだろうなと思ってね。 では今回はサムネイルにあった、まあ、この動画の冒頭でもね、出てたと思いますが、あちらの問題をやっていきましょうと。では、まあ、早速ね、えー、解いていきます。まあ、こんな感じでちょっと緩い動画になると思うんですが。で、今回は問題を読んでいただいてわかるように、2つ求めたいものがありましたね。運動部に所属している男子と女子。つまり、まあ、2つ求めたいものがあるっていうことは連立方程式。連立ね。で、パーセント使ってましたよね。男子の80%が運動部みたいな。で、パーセントがあるから割合なんですよ。 で割合の連立はまあ結構苦手な方が多くて慣れるまでは必ず表を書く癖をつけてください表ですでもちろん慣れたら時間かかるから頭の中でも構わないいいねで、まあ、表を書いていくわけなんですが、まあ、書き方はねいろいろあるんだけど自分がよくやる表の書き方まず今回男子と女子がいますよねあ線とか書かなりい,いいからね本番え男子え女子全体とこう表します男子女子全体ね で、今回は、えー、学校全体の話とそこから運動部に所属している人の話があるので、まあ、こんなカテゴリーになると。ちょっとこれ線あえて引かないでいこうかな。で、ここでね、すごく大事なことがあって、連立方程式だけじゃないけど、みんなさ、中学で勉強してくる中で、求めたいものを文字を使っておきなさいっていっぱい言われたはずなの。文字ね、求めたいものを。 で、今回問題ね、確認するとさ、求めたいものってどこかっていうと、ここないよね。運動部に所属している男子と女子をそれぞれ求めなさい。だから、普通にね、今までのやり方で考えていくと、ここを XY って置きたくなるんだわ。今回でも実際こう置いた方もいると思いますいい。ただね、ただこれ今回違うんですよ。違う、何が違うかっていうと、XY の場所はこっちです。学年全体を XY として解いていってください。 の方が確実に簡単だしミスが減ります。で、そうするとさ、いやや、だって先生今まで求めたいもの言うとったやんみたいな、なっちゃうからパニックになると思うんですけど、そこの目印としてここを使います。えー、ほにゃららのほにゃらら%。パーセント今回、〇〇の三角パーセントって書いたんですが、こういう記述が問題文にあるとき、今回で言うんだったら、えー、学年の男子生徒のい 今回やったら、男子の80%が運動部って書いてあったんだね。ほにゃららのほにゃららパーセントがって話があるじゃん。その部分のほにゃららのになってるところを文字を使って置いていきます。これが割合をやるときに非常に簡単です。で、今までいろんな受験問題解いてきて、もちろん求めたいものが元々のね、学年全体の人数を求めなさいが多いです。 多いんですけど、ただ、こういった引っ掛け、出したいのが、ここじゃなくて、こっちになってるパターンもよく出てくるので、いいですか。ほにゃららの、ほにゃららって書いてあったら、ほにゃららののこっちの部分を文字を使って置く方が楽なんだ。置いていこうと。いうふうに考えてください。これが目印ね。で、問題文確認していくと、まあ、男子 XY って置いたじゃんか。で、学年全体で155人いるんだって。だから全体155人ね。 で、次です。さっきやった男子の80%。書きましょうか。えー、男子の80%が運動部に入ってますって。これを式で表します。で、パーセントはどう使うかっていうと、このね、ほにゃららのほにゃららパーセントでめちゃめちゃ使いやすくって、今、男子 X でしょ全体。 x の80%は式で使うときは必ず100分のがくっつきます。これで式が使えるようになる。で、ほにゃららのほにゃららは掛け算でつなげることができます。つまり、x の80%は x×100 分の80ってもうすることができるんです。で、これが運動部って言ってるんだよね。100分の80ってもう頑張って約分してもらって、まあ1番でやるなら20で約分できるんだけど、 20でやると5分の4まで減りますこうやってつまりこれ5分の 4x になるんですよねでつまりこれが運動部って言ってるから男子の運動部は5分の 4x なんですこうやってで同じように女子も考えると、えー、女子の60%かなが運動部と言っているのでもしね ここまで説明聞いて、あのー、今はね、この割合が苦手だった方は、一回動画止めてごらん。自分で考えてごらん、これ。どうなるか。一回止めてほしい。いいちょっと待つわ。いいかいこれ。どうなるかっていうと、今、女子は Y だよね。もともと Y。つまり、Y の60%。で、はさっきも言ったように、100分のをくっつけることによって、式で使える。で、ホニゃララのホニャララは、掛け算でつなげられるから、今 y、y る1 0 0分の60だと。 で、これもね、20で約分できます。5分の3。いきなりいけなくていいからね。2で約分したり、10で約分したり、全然構わないから、刻んでもらって。そうすると、これ、5分の 3Y となるので、女子の運動部に所属しているのは5分の 3Y なんです。さあ、式できそうだよね。で、あとは、そのね、運動部に所属しているのが全員で何人って言ってくれればね、もっと式簡単なんですよ。なぜかっていうと、この表って、 足して、イコールってできるから。ここも本当は足して、人数が分かっているはイコールって式が2個完成できるんだけど、上はこれでいいよね。X と Y 足したら155人になるからさ、学年全体は。で、下はどう作るかっていうと、これ問題文に戻るね。そうすると、え男子の人数、運動部ね。運動部の男子の人数は、女子より19人多いと。 書いてあります。あったよね。男子は、えー、女子の人数より19人多いと書いてあった。問題文に。で、これはもう日本語のまんま式作ります。日本語が作れるんです。で、どう作るかっていうと、男子、運動部だよ。運動部に入ってる男子は、これね。つまり、男子。で、和って言ってるから、和ってしちゃえばいいのよ。男子は、で女子ね。女子より19人多い。多いってプラスだよね。 だから、19人多いって、ほら、式完成できた。つまり、今回使いたかった式は、ここと、ここ。連立だから、2個式作れれば、あとは解くだけだからね。これを丁寧にあとは解いていきましょうと。じゃあ、こっち行きましょう。で、これは下がね、分数厄介なので、全体に5をかけましょう。5。かけると、左が 4x。で、 ここ、イコール 3y になるんですけど、こっち左側にね、来てほしいんで、マイナスにして、あの、移行してね、マイナスになって、マイナス 3y になります。持ってくると。で、この子にも忘れずに5をかけるから、えー、95。こうなる。いいかな。で、えっ、ー、と、これを合わせたいので、まあ、y 合わせようか。全体に3をかければ y、3y で33揃うからね。あれに3をかけると、3x、えー、プラス 3y、えー、155に3かけると、465か。 465と。で、ここ消したい。から足し算だね。そうすると、ここ 7x、こう消えます。で、足すと、えー、570か。じゃ、560だね。こうなります。入ってるよね。OK。で、全体7で割りましょう。x イコール80人と分かりました。ぴったりば、えっと、きれいだね。で、x80 なんで、もうこれはこっちに戻すよりはこっちの方が楽だね。 男子が80人だったら女子は全体155って分かってるから女子は75人と。OK! ーー解けたーということでこれを答えに書いたらバツっていうね。これめちゃめちゃ気をつけて受験本番の時に。これ本当にやるからミスとして。何がミスかっていうと、今求めたいのは運動部に入ってる男子と運動部に入ってる女子こっちだからね。これ学年全体だよ。だからまだ答えじゃないんです。今出したのはここだから。 これ気をつけましょう。いいね。じゃあもう一個発展で赤にしましょう。運動部に入っている男子は5分の 4X って書いてあります。つまり X のとこに80を入れればいいから5分の4。これ掛け算で繋がってるからね。かける80。約分したら16と1か。4かける16なんで男子は64人と分かりました。それで女子行きましょう。 女子は5分の 3Y です。で、Y のとこに同じく75を戻します。掛け算でつなげてね。75。で、これも約分すると15だから 3×15 で45人。ということで、えー、運動部に所属している男子は64人、女子は45人で、これで終了となります。 という感じのシリーズをやっていきたいです。まあ、ここにね、あの、サムネイルだけでさ、問題も表示できる問題しか今回取り扱わないんで、どれだけあるかわからないんですけど、ぜひぜひ、こんな感じで、今回連立だったけど、次回全然多分違う単元また来るかもしんないから、まあ、いろんな単元のね、一問だけをこう取り上げるシリーズ、よかったら素敵な名前を。 えー、コメント欄に <laughs> 書いていただけたら嬉しいです。で、もしよかったら、なんか、もしね、コメント欄にいっぱい意見があったらさ、え、それいいなと思うのもね、みんなグッとつけてあげて。で、グッと多いやつが、あ、みんな好きなんだなって思っておきますんで、よろしくお願いします。ということで、今回はまだ名前がないこちらのシリーズ1本目やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。